西暦1935年10月25日、ガリア公国と帝国の間に休戦協定が締結された。ラムゼー・クロー中佐が指示した死亡手続きにより、ネームレスと呼ばれた部隊はガリアから完全に消えた。帝国とユグド教側も、帝国領内のとある遺跡が原因不明の爆発により消滅した事件を非公開とし、領内に侵入したネームレスの武力行使を公にはしなかった。こうしてクルト・アービングと戦友たちは一足遅れての終戦を迎えた。また休戦協定締結後、ガリア公国元首コーデリア・ギ・ランドグリーズは自らがダルクス人であることを宣言。ダルクス人の心に新たな希望の火が灯った。戦士の陰で激闘を繰り広げた二つの黒き部隊の存在は、わずかな者たちの記憶に留め置かれるのみであった。やった、やったぞ、やった、俺たちはやったんだ。でかい仕事をやってのけたな、おい。少しは俺も誇れることができたか。当たり前じゃないですか。勝ったんですね、本当に。さすがに寿命が縮んだわ。一世一代のスペクタクルだったね。いいものが見られました。あんなもので世界を従わせようなんて、この私が認めないわ。そうだな、間違ったことを止められてよかったぜ。うん、これで本当に戦争が終わるに違いない。長いようで短かったね。よくやってくれたみんな。これでやっと俺も最後の命令を出せる。最後の命令？そう、隊長が部隊に出す最後の命令だ。君たちはガリアを離れ新しい生活を始めることになる。大陸はまだ戦乱の最中だ。国籍を失った以上、暮らしも楽ではないだろう。だが今日まで戦い抜いた君たちは、何があろうと負けはしないと信じている。いつの日かこの戦いの日々を笑って語り合える、そんな時が迎えられるよう、最高の自分を目指して進んでいってくれ。君たちの名前は忘れない。ネームレス解散。32ジュリオ・ロッソ、俺の飯が恋しくなったらいつでも呼んでくれよな。21フェリクス・カウリー、この先何があってもお前たちは俺の家族だ、いつまでもな。56彼女を泣かせずに済んだ、それだけは自分を評価してやりたいな。45セルジュ・リーベルト、僕もっと生きたいです。隊長に生かされた命大事にしようと思います。15エイミー・アップル、お金は稼げませんでした。でも父に喜んでもらえる娘になれたと思います。24アニカ・オルコット、真の強さを目指してこれからも戦います。目指すは世界最強ですよ。23大陸の女王レイラ・ピエローに、私の戦いに終わりはないわ。ダメな男は育ててあげる。さ、いらっしゃい。3グロリア・ダレル、やれやれ、
強制引退ってことかね。まだまだ若いもんには負けないがね。トゥエルブ、バレリー・エインズレイ。銃を持つのもこれっきりね。学問の世界に戻ってこれからも戦っていくわ。63、カリサ・コンチェン。隊長さんの出世払いは必ず取り立てますよ。は、利子はおまけしときます。57、ザハール・アロンソ。まずは一杯付き合え若造。今飲まずにいつ飲む。仕事の後の一杯は最高だろう。58、シン・ヒューマ。この勝利を我が主コーデリア姫に捧げられぬは無念至極に候。俺は俺さ。セドリックなんて偽名に決まってるだろ。33、マルギット・ラベリ。私はどこかの国で軍人を続けます。クルトさんの教えを無駄にしないために。46、クラリス・ケラハン。帝国へ彼を探しに行きます。そして必ず二人で幸せになってみせます。16、エイダー・アンゾルケ。セドリックを逮捕するまで世界の果てまで追い続ける。それだけだ。26、ジゼル・フレミング。綺麗な打ち上げ花火、私も欲しい。19、フレデリカ・リップス。新しい家が必要になっちゃったわね。どこかにいい男いないかな。11、アルフォンス・オークレール。出てくるのが遅いって。真打ちは遅れて登場するもんだぜ。13、リエラ・マルセリス。私はこれでよかったと思ってる。だってクルトの幸せが私の幸せだから。あなたを好きになってよかった。元気でね。あなたに出会えてよかった。私は今この力がとても誇らしいわ。リエラ、俺は君を幸せにする。それは一生かかってしまうことかもしれないけれど、いいかな。はい。
世界で一番幸せだよ。